まあ、テーブルにいいというものも作ったので、そうですね、じゃあそれで2って書いてあるけど、そこですかね。でちなみに餌どういうものをあげているかなんですけど、アジとワカサギですね、これをあげています。じゃあこちら側には、あ、折れちゃった、リオって書いてある誕生日プレートを、じゃあそこに置きましょう。食べれないかな、食べますね、食べてみましょう、ここにします。はい、あとですね、皆さんから見て、左側にも誕生日プレート HDDB でハッピーバースデーっていうね、ですね、置いてますね。こっちでも見えます。こっちにも餌のアイテムありますので、ちょっと後ろで見えづらい方がいましたら、こちらに移動してね、ぜひ見てください。はい、では残りの餌を何ていきます。こうやってね、いろんなところに、あ、ちなみにむしゃむしゃタイム初めてっていう方いますか。はい、皆さんありがとうございます。こうやってむしゃむしゃタイムは、まあ、カワウソたちの餌の時間で、そこにいろんなところに餌を撒いたり隠したりします。でこうやって撒いたり隠したりしてカワウソたちに探してもらうんですね。野生だとカワウソたちは自分たちで狩りに出かけて餌を食べに行くんですけど、動物園ではそういったことが難しいので、こうやって飼育係がいろんなところに撒いたり隠したりして、カワウソたちに探してもらうんですね。あとはね、今日は結構見えづらいかもしれないのですが、はい、こちらね、水槽プールにも魚を入れてみますので、どうやってね、食べるのか見てみてください。あとこちらにも連絡しまーす。もしかしたらね、こっちだとより近くでカワウソを観察することができると思うんで、今ね、茶色い小屋の方で待ってる方、もうしばらく待ってください。